ちょうど1週間経った状態でこの状態です。1週間前はこんなに青々としていた草がこのようにドロドロの状態になっています。以前使ったスーパー工業の温水除草システムはスチームで除草するタイプでした。こちらは温水をダラダラと流し込むタイプの除草を今回してみました。スチームだと土の表面しか温水がいかないので中まで、浸透して根を枯らすにはプルテックのタイプでも十分いけるというように思っています。どうぞ見てみてください。